第9章、微小がん、潜在がんとがんの自然治癒がん以外の病気で死亡した人を解剖してみるとしばしば死亡前に診断されずまた症状もなかった非常に小さい 1cm 以下のがん病層が発見されることがあります甲状腺では約14%前立腺では約20%に及ぶ効率でこのようながんが発見され 潜在がんないし微小がんと呼ばれています胃がん以外の疾患で切除された胃などでも通常のがんの発生率の10倍くらいの頻度で微小ながんが発見されていますこのような微小がんないし潜在がんがべて生命を脅かすがん病相臨床がんというに発展することはがん発生頻度から見ても絶対に不可能であるため大部分の微小がんは ずっと同じ大きさで変化しないか自然に消え失せ自然しさ縮みというすると考えられていますしたがって小さいがん病巣は時々体の中で発生しては自然に消失することを繰り返していると結論できますですから小さいがんの場合は自然しさ縮みないし自然治癒はかなりの高頻度で起こっていることになりますでは ある程度大きくなった臨床癌の段階での自然治癒ないし自然視察縮みについてはどうでしょうかある報告では8から10万例に1例あるとされておりどんなに進行したがんであってもある日突然縮小し始めて治癒する可能性はゼロではないことになります